中田勝子明治四十四年三月八日は、ホーリネス教会の創始者、監督、中田茂春の最初の妻、ホーリネスの母と呼ばれた。1九百十年頃の中田家八百八十年頃の、広崎教会八百九十四年頃、広崎の荻久く和田写真館の結婚記念写真の中田茂春と括弧ッ八百六十九年六月二十三日、青森県広崎市。 若藤町の五百国の旧広崎藩士の父、小立千之助と母国の次女として生まれる。1885年に青森女子師範学校を卒業して青森県師範学校を雇い教員で講談に立った。1887年広崎市の来徳女学校で教えた。中田重春は来徳女学校の腰をしていた。この頃、相原英賢牧師に導かれて、 信仰を持ち、広崎教会に通うようになった。1889年、女子高等師範学校に入学して、女流教育者になろうと思って上京するが、人身が腐敗しているのを見て、伝道者になる決心をした。そこで、横浜市のメソジスト教会が経営する神学校で、ある聖教女子学校で学んだ。この頃、東京英和学校で学んでいた。 中田茂春が失恋事件を起こしたのを知って、本田洋一に自分の名前を告げないで、懐中時計を中田に送ることを依頼した。1893年卒業して、故郷の広崎の婦人伝道師として任命され、山賀元次郎牧師の下で伝道に励み、教会経営の貧民学校で教えて、教会員の相談相手として働いた。1894年、中田茂春が、 地までの伝道に疲れて、広崎に帰省している時に、独身で伝道している中谷勝子は深く同情した。それを、見取りして、山賀元次郎が結婚の話を進めた。8月に、中田茂春と小立勝子は、山賀牧師の指式のもと、広崎会で結婚式を挙げる。結婚式は質素に行われて、オルガンの総額は、後の笹森一郎夫人となる敏子が言った。 結婚後二人で、千島に渡り、エトルフ島で、経済的急防に耐えながら伝道した。1895年、エトルフ島で長男を出産する。住所のシャナにちなんで、左内と名付けるが、発育不全で、フード病で死亡する。勝子もフード病で重体になる。中田夫妻は、エトルフ島を離れて、秋田県の大館に転任する。大館で、次男中田宇宙が生まれる。 1997年、ムーディ聖書学院で学ぶために渡米したルスを広崎で中田久義家族と過ごす。1910年12月初旬により、武道上妊娠で貧血を起こして衰弱した。1911年3月8日福幕園を併発して死去する。3月9日午後、東京聖書学院講堂で、清水俊像の指式により、葬儀が執行された。 意外は、青山墓地に埋葬された。後に、夫重義春と共に、多摩霊園の中竹の墓に改装された。ありがとうございます。